マイク入れときます。全然声じゃないですけど。やばいな。どっちか行くか。どうも、今日は一斉だな。オッケー。あ、じゃないや、まだあるか。さあ皆さんどうもこんばんはというところで、SPC から一斉です。千葉優です。あと3人いたら SPC です。よろしくお願いしますということでね、まあまあ毎週毎週日曜日やってきましたけど、千葉優なんかさ、もう俺はさ、どうした？はいはい、もうがっかりだよ。え、何かあったんですか？がっかり。ああ、なんででしょうか？小さい通大きい字にしたら、うん、がつかり。なんで大きくしたのかわからないですけどね。あのね、はいはい、うん、先日、うん、すみません、前回の放送お休みさせていただいたんですけども、先週ね、休みました。はい、その理由というのが、うん、まあ、我々合同の結婚式、合同って俺たちが結婚みたいなんだけど一緒の結婚式がありまして、参加するね。あ、まあね、はいはい。それで、うん、なんかね、うん、はいはい、まあ、体力のなさというのを痛感しましたよね。まあそうだね、うん、というのもですね、はい、このまあ僕と千葉結婚式に参加してきましてね、うん、嬉しいことに僕いつもこの司会の人まず見るんですよ、はいはい、そしたら司会が知念田新一郎さんで、僕たちもね、海風テラスでこのライブさせていただくときにね、うん、FM 豊見さんというところがいつも中継してるんですね、うん、でそれで僕たちも面識2回3回持っていましてね、うん、ね、千葉よね、で、うん、千葉よね、挨拶しに行こうよ、せっかくもう顔見知りだから行こうよってことで挨拶しに行きましたら、うんうん、まずラジオ聞いてます、ミュージックシャワー聞いてます、あ、ありがとうって言ってね、大金区のぞみさんも楽しかったです、まあ余興も出られてたんで楽しかったですね。あ、そういえば8月5日に海かテラスまたライブするんでね、ぜひともまたよろしくお願いします。いえいえ、あ、覚えてますか、1年前ちょうどね SPC っていうグループでラップしたんですけどって言ったね、びっくりしましたね、うん、あ、そっち弟の方だ。いやね、びっくりしたね、本当にあれはもう今世紀で一番恥ずかしかったね。 あの兄弟だったんだって兄弟いたんだってことでびっくりしたよね、まずね、お兄ちゃんって感じでそれでね、まあまあその場も人心折れたよね、折れたね、人心折れて、とりあえずもうそそくさとパシャって写真撮って、はい、すいませんでしたってすぐもう出まして、じゃあもうとりあえず二次会行こうかってことで、ね、うん、二次会行ったんですけども、はい、やっぱりね、うん、まあ、僕彼女いないんでね、この二次会にはいつも出会いを求めに行くんですけども、なんかさ、うん、二次会っていうのは、はいはい、来ました、二次会ですよと、そうそうそう、なんかさ、行きましょうかみたいな、ね、新婦の友達、可愛い子いっぱい来るよみたいな、ね、ありますよ。でそれで実際会場に着きましたら、うん、もう外にあふれるぐらいわんさかしているわけですよ。そうなんですよね。でいつも僕の悪いところは、はい、僕と千葉の悪いところは、はい、その光景を見てしまって嫌気がさしてしまう、結局入らないとかあるから、うん、違うぞと、とりあえず一回この会場内一周して声はかけようぜって、うん、でこの入場料払うじゃないですか、はいはい、このビール飲むじゃないですか、うん、一周回るじゃないですか、うん、帰りましたえ、スタンプラリーみたいな結局ね、リア充になれないんだなっていうのが分かりましたよね。まあ、あるんですけど、まあ、なんでかと思ったんですよ、うん、はいはい、なんかまずお酒にすごい弱くなったっていう、弱くなってるね、互いにね、一次会の時点でもうきつみたいななんですよ、うんうんうん、式はとっても良かったけどね、式は良かった、もう式は最高、いや、もう拍手は喝采のね、もうなんですけど、うん、お酒に弱かったってのと、あともう声出すのが億劫になってくるんですよどういうことかそれは。で、で二次会ともなると、はいはい、わちゃわちゃしてるじゃないですか。まあしてますね。すごいクラブみたいな曲が流れてますね。トゥイットン、ダントン、ダントゥイットン、ダントン、ダンみたいな。あんま再現できてないと思いますけど。そういう曲が流れて、うんうん、何どっから来たのみたいな。そんなにうるさかったかな。その、うん、あと話し声とかわーってしてるじゃないですか。はいはいはい。でその中で声を出すのがもう億劫なんですよ。うん、あー、まあ。声出すのもエネルギー使いますからね、はい、ことに僕、うん、あまり通る声を持っていないので、はいはいはい、さらに声を張らないといけないですよ、うん、だからもう嫌だってなったんですけど、うん、これなんか解決できる方法ないかな。千葉さん、はい、今日ですね、あなたのその声が通らないお悩みを解決するべく、はい、今日ですね、うん、ゲストに声塾講師の
泉ゆいさん、そして生徒のかなちゃんに来ていただいておりまして、本当になんと塾長まで来てもらってる。なるほど。なのでですね、はい、7時15分じゃない8時15分か8時15分頃に1時間で学べる奇跡のトレーニング、ボイストレーニング、やったードンイトンドンイトンドンドンドン、再現できてないから俺のクラブミュージックってこういうイメージなんだけど、何年だよそれ。じゃあさ、俺ちょっと今クラブって言ってさ、ナウイ感じてたじゃん。ナウイ感じもダサいけどね。ナウクさ、ちょっと始めちゃっていいかな、はいはい、番組の方。ああ、いいんじゃん、うん、それではみんな張り切っていこう、ハッスルしてヤングな者たち集え。ダサすぎるだろ。日曜夜8時 SPC が、明日は月曜でも心配無用、合わせるレディオ午後のトークショー SPC76.1、 聞いてるみんながお友達、フロムコザシティは音の街、だいたい毎回こんな感じ、例えば車、例えば会社、聞いてるリスナー、場所を選ばず、あれは誰だ誰、 SPC が。はい、改めましてこんばんは、 SPC からちべよです。一斉です。あと3人いたら SPC です。よろしくお願いします。日曜夜8時、うん、SPC がやっております、はいはい、この番組はですね、うん、一応ラップグループの我々 SPC による笑いあり音楽ありのレディオです。ラジオっていいな、そこは。この番組はですね、なんとメールも募集しております。うん、メールアドレスの方、伊勢さん、はいはい、今日ね、声塾の方が来てくれるから、うん、はいはい、もうすごい声優さん前としてやってもらいたい、うん、なるほど、声に表情をつけないといけないね、うんうん、FM コザのメールアドレスお願いします。761アットマーク FM コザ .jp 761アットマーク FM コザ .jp、 拳を突き上げろー。SPC ツイッターもやっております。お前が声枯れてるやし。ツイッターもやっております、はいはい、ツイッターの方が SPC アンダーバー沖縄、 SPC アンダーバー OKINAWA となっております。皆さんどうぞ何でもいいんでメッセージお送りください、はい、ということでね、お願いします。あ、もう2週間ぶりということなんですけどもね、俺に至っては3週間ぶりなんですよ。あ、そうかそうか、休んだもんね。 あの風邪をね、うん、引いてしまって、うんうんうん、今年2回目なんですよ風邪引いたのが。いや、千葉より体弱いから。さ、うん、そう言うけど、はいはい、今年初めての風邪引いた時にさ、うん、俺2年ぶりぐらいの風邪引いたわけ。はいはいはい、2年ぶりで、うん、あ、俺全然風邪引かないのやっちまったなと思って、うん、はい、2回目の風邪は2ヶ月ぶりぐらいに、うん、スパンが短くなった。スパンが短くなって、で、うん、死にたさい話なんだけど、なるほど、風邪ひいたのが、はいはい、前日によ、うん、前日にちょっと最近痩せなきゃなと思って、うん、運動したわけ、まあ、2キロ走って、ね、はいはい、筋トレして、うん、その翌日に風邪ひいた。逆に悪くしちゃった。ひどい話だよね、お前の抗体どんだけボロボロば。でさっきの、何、結婚式の話もそうだけど、うん、お酒もあんまり飲めなくなってるでしょ。そうだね、俺この金土日さ、うん、酒飲んでないんだよね。あ、珍しいんじゃない？でしょ？飲んでないって、うん、もう一升瓶片手に街を練り歩いてたような男じゃんか。どこのアニメのキャラクターかお前。なのに、うん、鉄ーって言われる感じでしょ。じゃなくて全然お酒も飲んでなくて、はいはい、さらに昨日ですよ、うん、俺ね多分12時間寝たと思う。あ、もう1日の半分ぐらい寝てると思う。夏休みの小学生じゃないんだから。寝まくるみたいな。おお、なんでかというと、はいはい、クーラーのある部屋を独占できたんですよ、うん、親がいなくて。あ、なるほど。だからクーラーという文明の利器、うん、元で僕、うん、グータラをちょっとむさぼってしまいました、うん、ああ12時間だったら、じゃあ今日もエネルギー有り余って、でも寝すぎて全然やる気ないです。マイナス効果になってるし、逆にちょっと頭痛いぐらい、まあ、休んでもダメ、体動かしてもダメって、はい、どうすれば。俺酸素カプセルみたいなのずっと入っときたい。もうめっちゃ高くつくな、お前。そうそう、なんかドラゴンボールとか傷ついた時入るやつみたいな、うん、あ、ナメック星人とかね。そうそうそう、入ってるやつか。コポ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 ってやつに入りたい、はいはい、うん、あ、まあそれね、うん、酸素カプセルは1000円出したら入れるらしいんで。本当に？ぜひとも生体生体に生、うん、生体か行ったら入れるんでね。まあ入るか入らないかは俺の自由なんで、一緒にとやかく言われたくないということなんですけども、まとめ方。ツイキャスの方からですね、うん、サクサクさんからありがとうございます。こんばんは、はい、二次会での出会いは夢物語だと思っていますと、うん、確かにね、本当だよね。お、
よく、うん、僕の場合あるんですけど、はいはい、結婚式って、うん、まああのちょっと遠い方仕事関係だとか、はいはい、そういうのは遠くなっちゃうんですけど、うん、友達関係だとある程度近いじゃないですか。近いね。で僕たちで言うと、まあ、中部の人間が多いじゃないですか、うん、で大体知ってるんですよ、まあ、顔見知りですよ、うん、ほとんど。これサクサクさんの言う通りに、うん、あの夢物語っていうとやっぱり性別を超えた物語じゃないですか異性が絡んでくるじゃないですかなんかそのかっこいいキャッチフレーズじゃないですか、うん、だからあのでもその異性のことも中学校ぐらいから知ってたりするんですよ。まあね、結婚式沖縄は特にね。で困るのが、うん、千葉ゆーって言われた時、うんうん、なんで挨拶したらさ久しぶりって、おー千葉ゆー久しぶりって言われるんだけど、うん、俺はその人が久しぶりかどうかもわからないんですよ。ああもう記憶にすらないわけ。もう全然あの女性って特に面影もなくなるじゃないですか。あまあ綺麗になってね。綺麗になるんですよ。本当にね、驚くぐらい。ちょっと待ってよと、うん、えこの人誰だろうみたいな、うんうん、でも一応とりあえずあの千葉ゆうって名前知ってるってことなんで、うん、あ久しぶりだねーって、なんね2年3年もっと行くかみたいなぶりだねーみたいな。いや千葉ゆうこれはね、うん、俺も経験よくあるんだけどさ、うん、この人が先輩なのかどうかっていうのも怖いよね。うん、まあ女性の場合はまだ、うん、あのまあタメ口でもなんとかね、はいはい、まあまあいいんですけど、うん、男性の場合、うんうん、おー千葉ゆう久しぶりって言われた場合に、そうそう、うん、うわどっちだみたいな、うん、でこの年になると、はい、みんなおじさんなんですよ見た目は。まあまあね、うん、でもどっちか分かんなくて、うん、おー久しぶりっせい語尾がちょっと怪しくなる感じ。分かる分かる。俺もね大抵沖縄の名字比嘉か金城だから分からん人は、おー皆さん久しぶりだね何してるんですかって、この音でごまかすやつでしょ、皆さん俺の耳が悪いのかなって思わせるパターンでしょ。そうそうそう、あの、比嘉さんって明言するだけ。比嘉さん、そうそう、皆さんで、あの、敬語とタメ口織り交ぜていく。織り交ぜるやつだ。久しぶり、何やってるんですかっていう混ぜていくというね。こいつ、タメ口って思わせる前に、うん、そうそうそう、あの、敬語挟んでくるパターンでしょ。高等技術ですよ、これ。あ、それで、前回の結婚式もちょうど、うんうん、千葉ゆうさん、久しぶりっすねって言われて。あ、はいはいはい。千葉ゆうさんって言うから、まあ、後輩だろうな。後輩だろうなと、うん。で、僕、あの、後輩にも、うん、全然なんか、そういう高圧的に言ったことがないんですよ。確かにないか、みたいな、うんうんうん、なので、お久しぶり、もちろん覚えてないですよ、うん、お久しぶりだ、まあ、男の子なんですけど、うん、久しぶりだねって全然覚えてなくて、うん、誰だこいつみたいな、うん、ええみたいな、え千葉さん何ですか何ですかってキーワードが全然なんかピンとこないんですよ、はいはいはい、でもしかして覚えてないんじゃないですかって言われた時のバレてるやつその時にちょっと待ってよ、なんて言おうかなと、うん、ごめんね覚えてないっていう素直な対応、はいはい、でもこの後輩が、うん、俺がこのギャグるような人って分かってたら、うん、なんかいい感じギャグれるんじゃないかなって。なるほどなるほど、覚えてるよよしおよしおみたいな曖昧すぎるわって、うん、逆に何々っすよって名前名乗ってほしかったんじゃん。なるほどなるほど、よしおくん覚えてるよみたいな言ったら、うんうんうん、うわってなって、あ滑ったというかもう伝わってなかったんだな。なんかちょっと引かれてしまって、うん、あの青年会の何々ですって言われて、いや、うんうんうん、あ、うん、マジ覚えてるって言っていや千葉ゆうさ、うん、本当に白状ものだよ。じゃその子は髪を丸坊主にしてたんですよ、うん、いやあのちょっと皆さんに聞いてほしいんですけど、千葉ゆうは16歳からエイサーやりまして、はい、僕と一緒に大体22歳大体こっち6年間エイサーして、その後輩青年会の後輩は、4年間千葉ゆうと一緒にエイサーやってるわけですよ。今聞いたらあマイナツ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 、それで忘れるってありますか。だってさ、まあ、スパンが合ってないスパン3年ぐらい経って丸坊主してるんだよ。 お前どうする、もしいきなりだよ、うん、家帰るじゃん、うん、お母さんが丸坊しててみ、うん、一瞬お母さんって分かんないから、いやなんで切ったのってなるだろそんなシチュエーションないだろお母さんどうしたのはい、じゃあ一斉に時間がちょっと余ってるんで、うん、一斉の金土日どうでしたか。いやちょっとね、うん、土日の話もちょっとおいおい話したいんだけど、うん、ちょっとツイキャスが今日嬉しいことにいっぱいさ、うん、来ていまして、うん、これ本当に動くやつだったんだね、いつも固まってるんです、うん、今日は動いていて、はい、モンチッチさんから、はい、千葉市一斉ソーンこんばちゃいと、こんばちゃい、うん、先日どっかしら、隙間から入ってきたゴキブリが今の天井で飛び回るという事件があった週末、仕事から帰ってきて風呂入らんと考えつつ動きカンティするとこのラジオを聞き忘れたさと、あの初めてゴキブリに感謝してますね僕いや聞いてもらいたいだろう俺たちのラジオ、モンチッチさんに、うん、あのゴキブリのおかげでこのラジオ聞いてくれてるのから、じゃあゴキブリのせいで聞きそびれたって俺たちのラジオは、じゃあゴキブリがいるからお風呂入れんくて、うん、このラジオ聞いてるってこと、
先日おかしか先日の話とごめんなさい、そもそもさゴキブリは先日の話だから今日はどうでもいい話だじゃあ本日は引き続き最後までね、はい、聞いていただければ。そしてまたまた野の中の銀のホタルさん、おあひらがなだけ読むとノーノーノーさん、なんでひらがなだけ読んだ、うん、こんばんは、上間一生さん、千葉雄介さんということでね、いつも毎週毎週送っていただいてありがとうございます、うん、はい、で千葉も読んじゃって、じゃあ続いてモンチッチさんからですね、うん、千葉市大丈夫、モンチッチ過去にインフル4回かかってるから、うん、千葉市は体強方よって。お僕もね、うん、自慢じゃないんですよ、うんうん、でも一夏で2回インフルエンザかかったことあります。はあ、かかってるのお前結構。中2の夏1ヶ月ぐらいしか学校行ってないみたいな。あいつなんかデビューしたぜみたいになりそうだね。そうそうそう、病室の窓開けたら葉っぱが散ってたみたいな。もうなくなる前提やしょ。はい、続けましてモンチッチさんがですね、はっしゃ羨ましさよ、30過ぎてか朝必ず6時頃に目が覚める、ひどい時は5時よ、廊下の現れかしか、かしらねって。確かにね、最近定期、うん、的な時間に起きちゃうね。俺もどんだけの10時とか休日でも、うん、いつも仕事の時と同じような時間に起きちゃう、うんうんうん、6時半とか。だからね、もう体に染みついてんだけど、うん、染みついてます。だけどもさ千葉優、はい、なあ千葉優、俺は早く声を学びたいんだだからさ早くゲストを呼びたいと思うから、今日のナイスな一曲流してる間に俺呼んでくるから流しちゃってくれよちょっと待ってくださいね。じゃあね、うん、今日一曲流したいと思います、はいはい、どうせ僕たちの曲でどうせっていうな、ですね、ちょっと待ってくださいね、うん、SPC の曲でなん、あなんとか以外でいこう思いトランスさんでもいいんじゃん、思いトランス、思いトランスさんでももう、うん、真っ逆さまじゃなくて、うん、真っ盛り、真っ盛りサマーワークス、思いトランス、西の僕の彼方を焦がす、ああどこ行けばいいのか分からない、今の時だけ過ぎてくんだ、数ある宿題の中で手をつけたのは一つもないよ、どこからか届いてくる自信だけが僕を包んでる、 Say yeahここにいるんだと世界に証明するのさ、 Yes 手を挙げて掴み取れ明日を、君だけの未来を、そのアニメなんですか。違う、バレーボールアニメでハイキューって言うんですけど、あ、ハイキュー、あ、イエーイ、そっか、今ツイキャスの方では流れてるんですよね、声、ね、あ、じゃあきっかけも流れたいやハイキュー私はエヴァンゲリオンですね。あ、もう96年とかじゃないですか。あ、詳しいですね。いや、確かエヴァンの最初そうだったような気がしますね、中学生くらいだったと思います中1かな。なんか当時としてはすごく斬新な演出とかにね言われてましたよね、結構エロかったりするみたいな。あ、そうですね、エヴァンゲリオンっていうともう後半がなんか精神世界に迷い込む感じなんです私は前半のライトな雰囲気の方が好きでしたけど。そうですよね、最後ら辺も全くわからない方向に進んできますからね。そう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 、シンジ君のな、何なんだろう、葛藤で見たことありますか。あんまりないですね。あら、そうなの。なんか残酷な天使のテーゼしかイメージがなくて、うん、あー、時代やな。猫耳みたいな、耳ついてる子、あ、女の子、猫耳、耳がついてる女の子って誰かな。チョビみたいな、あ、あ、多分ね、スーツっていうかプラグスーツつけるときの衣装かもしれんねあれ、そうそうそう、あれの頭のなんか耳みたいなやつで、うん、脳波をこう読み取って、うん、あれがこうロボットと一体化するんですよ、うん、確かすごい、うん、最後の5分ぐらいでこれも案内するか。あ、じゃあ俺たちが声を頑張れた記念にこれやるみたいな、一斉からじゃあ。
紹介したらこの曲流すみたいな雰囲気でもいい曲。あ、これ CM になってる、ね、あ、CM? こっちん、カメラはどこ、あ、これ、あ、イエーイ、イエーイ、じゃあ普通の曲流そう、始まるよ。毎週日曜夜8時 SPC ね、もうスタジオから笑い声が咲き乱れてるといったところなんですけども、れる、いや千葉さんさ、はいはい、ずっと俺たち声について学びたい学びたい言ったじゃん、言ってたね、俺がもう2年半のオファーをかけてようやく呼びましたよ、祈りました、うん、今日ですね、はい、声塾講師の泉結衣さんとその生徒かなさんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、いやありがとうございます、僕たちのオファーを受け入れてくれまして、いや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 、ラジオから素敵なナレーションが聞こえるなと思ったら、うん、FM コザで番組されているということなんで、はい、うん、ぜひともオファーかけさせていただいたんですけども、はい、リスナーの皆さんで、うん、もしかしたら声塾のことご存じない方もいらっしゃると思うんで、うん、ゆいさんの方からどういったもんだよっていうのを紹介していただければと思います、はい、そうですね、あの声塾っていうのは、はい、ま、中高生は声優とかナレーターとかなりたい、アナウンサーとかなりたいっていう子もいれば、うんうん、まあ、そうじゃない子も対象なんですけど、声に興味があれば何でも大丈夫です、うん、逆に人前で喋るのがちょっと苦手だなみたいな子も入ってきて、うんうんうん、半年通った後、はいはい、なんか8月ぐらいの夏休みのお盆の時期、親戚がみんな集まったら、うん、あの子なんかめっちゃ急に喋れるようになってんだけどみたいな、こう嬉しい言葉もいただいたりとかして、うん、みんながでこう成長していこうっていう、いいですね、一世、うん、とか正月ね、親戚集まると自分の部屋から出てこないっていう感じだから、うん、なんなんだろう、腫れ物扱いされてる、親戚の中で出るわ出るわ、うん、あの部屋のおじさん出てこないねって、不思議なってタイプなんで一世いいかもね、公営塾行っていただいたら、いや公営塾はいいですよ、うん、俺についたフォローしてるちゃんと出てるんで、でもあれですね、ヒューマンアカデミーさんはありますけど、うん、あれ高校卒業してからですもんね、アカデミーさん、そうかもしれないですね、うん、ちょっと専門学校さんの方は分からないんですけど、うん、まあなんかその特にあっちは那覇だし、うんうんうん、なんか中高生、小学生もうちね生徒がいるんですけど、なんかこうみんながもっと気軽に通えるような、いいですね、本当に本当に塾みたいな感じで、はいはい、じゃあもう本当にワイワイしながら、そうです ね、ずっとワイワイしてるよね、もうなんか授業中でも結構おしゃべりとかしてるしてる、もう聞いてみたいなそろそろ聞いてみたいな、あ、じゃあ先生も一緒に楽しんでいるよ、あ、塾で素晴らしいですね、なんか紛れ込んでる感じですね一緒にいたらもう生徒と同じぐらいのよく言われる保護者さんにもよく言われる、でその声塾のですね、今日生徒さんにも来ていただいております、どうぞ。高校1年生の石井かなです、よろしくお願いします、よろしく、SE 間違ってるからワオワオじゃないから、ワオっていうのが一番近いんですね、ボタン的に何に近いの、いやでもですね、僕と千葉びっくりしたんですよ、うん、びっくりした、2人にご挨拶今日させていただいた時に、うん、もう声が違うってね、はい、特にかなさんもね、うん、高校1年生のかなですってすごくもうこれ2年生だろってぐらいのね大差ないなお前、本当にそういうことじゃないでしょ、はい、どうですかかなさん、実際に声塾に通いまして何か自分の声変わったなとか、ちなみにいつ頃から入ってるんですか、うん、一応去年の3月から入りまして、で一応初めて1年ぐらい経ってるんですけど、うん、なんか最初はちょっと相手のことをあまり考えないというか、ほうほう、話をあまり聞かないみたいな、うん、で早口っていうのもあったんですけど、はい、ほうほう、それをゆい先生にずっと指摘されて、はいはいはい、だんだん最近治ってきた感じがします声塾ってすごいですね、自分から話すものだけじゃなくて人の話も聞けるようになるんですね、あ、そうですね、そう言ってくれてるからそういった会話のテンポも教えつつってことなんですね、うそうですね、なんか、うん、もうもちろん声優になりたいっていう動機の子で入ってくる子もいるんですけど、うん、なんかその仕事に将来つけるつけないはさておき、うん、なんか人間として成長しようみたいなのが間違いないですね、間違いないですよね、究極目標みたいな、あ、特に、ね、はい、学生ですと例えばこの学園祭とか運動会とか、うん、もしくは放送部とかのアナウンスとかも結構この披露する場所があってたりしませんか、うん、ありますね、なんか運動会の実況とかなんかやりますよね、実況は中学校3年生の時体育祭があって、うんうん、リレーの実況しました、すげえ、2組頑張れ2組頑張れ2組早い2組頑張れ2組遅いまさにばっかりいやでも本当まさに2組ばっかり頑張れ2組って言ってました偏っていいんすかいいんですね偏ったらダメですよ
ね、今日こういったすごいわちゃわちゃした感じでしますけども、はい、ツイキャスの方から、のの中の銀のホタルさんから、はい、のののさんのな、まあ、ひらがなだけ読んだらね、声優さんですかって質問があるんですけど、まあ、まず声優ってわけではないですね。私の仕事は、うん、まあ、沖縄はあのアニメがあまりないので、うん、はい、そういう意味では声優よりはナレーション、ナレーターっていう肩書きの方が多いんですけど、まあ、アニメにも声を当てることがあります。番組だと、はい、ラフピーっていう吉本沖縄さんの番組、はいはいはい、あとチネパラっていう映画情報番組月1回のナレーションをやってます。と CM だとカラオケハウストマト聞いたことある聞いたことある、はい、ホットモト A&W 漫画倉庫などなど、はい、こういうナレーションをメインにやってます。本当にじゃあ県内の CM 数多く携わっているという。素晴らしいですね。おかげさまで。で今ですね、このツイキャスの方からひとみんさんから、はい、あらま泉さん先ほどご一緒でした、さつき役のひとみですというふうに。あの実は9月の、はい、うん、2日と3日の2日間に、はいはいはい、あのミュージカルを私たちやるんですけど。ミュージカルですか、うん、はい、あのまだその練習中で今回が3回目の練習だったのかな、うん、はい、あの本番アシビナーでやりますので、コリンザの、はい、旧コリンザの、僕9月忙しい、本当は見に行きたいんですけど多分忙しくて行けないんですけど、はい、何月何日やるってもう決まってますか。あ、9月の2日と3日絶対行きますあの僕9月でその2つ日しか空いてないんですよね。ちょうど、ね、3しか空いてなくて。よかったです。ちなみにこれチケットっていくらなんですか。決まってたりしますか。その辺はまだわからないです。まだ決まってない。あの300円以内だったらいける。あるか。駄菓子か。駄菓子だって満足に買えるから。いやで、はい、今日ですね、まあ、小江塾のお二人呼んで、まあ、もちろんですね、ちょっと厚かましくも、はい、僕と千葉優のこの素人臭さのある声を、うん、ボイストレーニングしてくれと、うん、言いまして、はい、喉、なんか喉切開してなんかやるんですよ。切開味の手術やし、お前それ、ね、ポリーブでも取るから頭にシリコン入れてどっかの部屋に入門するっていう感じですか。なんかお相撲さんの身長制限じゃないんだから千代大会の昔のエピソードかぶせてくるなお前持って行ってよこっちに話をそうですね、シリコンは入れられないですけど乗らなくて大丈夫、その後千代大会はちゃんとやめてやめて、もうそのボケはいいから。もともと元ヤンだったんですよね、あの人はね。いや誰の話千代大会古いなまた歴史もう私話ついていけないからお前ゲストに呼んでるんだからカラオケハウストマトそこだけかい、うん、言いたくなっちゃったなんだはい、ですね、はい、まあ、ボイストレーニングっていう、はい、テーマで、はい、お話はいただいてたんですけど、はい、まあ、ここで発声を一からというわけにはいかないので、なるほど、はい、はっはっはと言ってもあれなのでまあ伝え実際に読んでいく時のコツみたいなのをちょっといいですね、はい、聞きたいです、うん、でなんか最終的にはみんなでこう実践的なワークショップみたいなのもできたらなと思っているんですが、いいですね、はい、そうですね、まあ授業でもねよく言ってるけど、はい、読む時にどうしてもこう文章を、うん、読もうと思って、はいはいはい、棒読みになると思うんですね。なるほど、よくありますね、はい、なんですけどこの私がいつも CM を読んだりナレーションを読んだりするときは、はい、この聞いてる人、テレビの向こうだったりラジオの向こうで聞いてる人にどういうふうに伝えたらいいのかっていうのを常に考えながら喋るようにしてます。なので、ぜひお越しくださいも、ぜひお越しくださいじゃなくて、ぜひお越しくださいっていう、行きたい、行きたくなりますねどうぞみたいな気持ちを、行きたくなりますね。カラオケトマトお前も言いたくなった言いたくなるね、わかる、言いたいよね、うんうん、行きたくなりました今、あ、よかったですね、そういうの常に言ったりしてるよね、うん、はい、表情とかも結構いつも笑顔でみたいな、うんうんうん、そうだね、うんうん、なんか伝えるものが例えばそうですね、ドッジボールぐらいのサイズのものを伝えたいっていう時に、はいはいはい、じゃあこれをイメージして大きさこれぐらいで届けようと思うと、うん、伝える側に受け取られた時にはもうソフトボールぐらいの小ささになっちゃうんですよ、うん、なるほど、はい、なんでドッジボールぐらいのをやろうと思ったら、うん、もうビーチボールか気球ぐらいの大きさで表現していただくと、はあはあ、意外と小さくなって届いちゃうんですね。やりすぎかなって思うぐらいがいいかもしれない、まさにそういうことです、はあはあ、うん、
これ俺たちも学んだ方がいいね。学んだ方がいいね。僕たちも普段まあヒップホップラップしていまして、多分皆さんのイメージ通りにもあります、ラップってなんかラッパーの人って手とかよく動かしてるような。あーそうですね。いやいやいやチェキチェカとか言いながら、チェキチェカ、チェキチェキ美容師さん入ってきましたね。それだけで噛んでしまう。あのですね、一回千葉ゆうの家で研究したんですよ、はい、手がない時と手がある時ではラップって上手くなるのかどうか、はい、あー僕やっぱり、はい、身振り手振りっていうか、このははんなんていうのこれ、ハンド、ジェスチャー、ジェスチャーを入れなかったら、うん、全然ラップの抑揚がいつも以上にないんですよ。あーなるほどなるほど、うん、なのでこういった、はい、ラッパーだったらとりあえず体を動かして伝えるぜっていうのと一緒のように、うん、この声だけの方っていうのは本当にちょっと誇張するぐらいの方がいいのかなって感じですね。はい、あります。そしてあのジェスチャーボディーランゲージですね。ボディーランゲージあった方が絶対いいです。じゃあ今日ボディーランゲージしながらさ、そうだね、そうですね、なんかねえ、かなちゃん、はい、ありがとう、もうわざとらしいね。うん、カラオケハウストマトって感じの方が あのいいですね。カラオケハウストマト いいですね、やっぱり。でカーナはちなみにこの1年授業を受けてきて、うん、去年あり、ま、はい、沖縄でありましたウチナーチョ大会の閉会式の VTR のナレーションを彼女が担当させていただきました。あのホタルの光を口でやったんですか。ホタルの光あの曲じゃないです。あの歌姫の方じゃないです。じゃなくてあの VTR なんですけど、はい、録音であのナレーションを、あのうちランチ大会ってあのセルラーを貸し切ってからの何万人で集まったやつですよね。そうです。それの閉会のナレーションされたんですか。しました。1年でそこまでできるもんなんですか。はい、まあ、今回はあのカーナもう全員オーディションしたんですよ、はいはいはい、うちの塾の中で、はい、うん、であのクライアントさんに選んでもらって、うん、かなちゃんがいいですっていうことで、すごい1年で、ね、じゃあ2年だったらどこの閉会式できるんですか。オリンピックそこまで閉会式にこだわりないと思う。ないのそっちや。ああでもじゃあいろんなオーディションも今から受けていくというような。素晴らしいですね。じゃあこのですね、多分リスナーさんとか、うん、もしくはこの動画の皆さんに、はい、声塾ちょっと興味持ったんだけど私行きたいとか俺行きたいって方がいましたらどこに連絡したらいいですかね。お、ありがとうございます。じゃあ改めてカーナの方から告知を。あ、お、聞けるよ、閉会式のナレーションの方の告知を聞けるよ、皆さん。タンタン頑張ります。タンタン、声塾クラスではただいま生徒を募集中です。将来声優やアナウンサーなど声を使った仕事に就きたい人から、人前で喋る自信をつけたい人、自分らしい声を見つけたい人まで、声に興味のある人なら誰でも大歓迎。レッスンは毎週土曜日の午後1時から1時50分です。詳しくはカルチャースクールレオで検索してください。一緒に楽しく勉強しましょう。おー、 行きたい行きたい、もう声塾行きたい。なんか声に、なんか声が通るよね。なんでこういう声が出るんだろう。いやでもカーナーは、うん、うちの中でもこの声が通るっていうか、はいはいはい、だいぶ鍛えられたよね。照れますね。なんか俺も照れてきたな。お前は褒められてないから。おじさんなんかね。こいつ可愛いですよね。素晴らしいですね。ちなみにこの1年前と今でこの友達とかに、はい、なんかすごい声が変わったねとか言われたりします。あ、そういうことは言われないんですけど、うんうん、なんか明るくなったねみたいな感じの。ああ気持ちからも変わってくんすね。あとはやっぱりなんか相手のペースに合わせることができる。あ、相手を疲れさせないテンションで高めにみたいな。すべてかなちゃんの手のひらで転がされてるんですよね。そういうことではないんですけど。あ、これから楽しみだ ね、 楽しみですね。まだ高校1年生ということで、うん、すごい成長が今から見れると思いますが、うん、前半は、この声塾についてお話しさせていただきまして、うん、CM 明けて、はい、後半はちょっとですね、ゆい先生から、うん、実技の方教えてもらおうかなと。なるほど、わかりました。じゃあ皆さんまた、2分程度お待ちください。よろしくお願いします。 CM。 違う、本当にわかるね。嬉しい嬉しい。これ先ほど
ゆい先生も言ってましたけど、その道行く行かないにしても、はい、社会人になった時にすごく役立つと思いますね。それは本当に思います、ね。なんかやっぱり恋塾来る子ってオタクの子も結構多いんですけど、はい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 、で自分もすごいオタクだったんですよ昔。だからこそなんかこのコミュニケーションが苦手っていうのがすごい実感してるんですよ、はい、アニメのことじゃないと喋れないみたいな。でも青春時代がそうだったら大人になってから苦労するよっていうのがあるので、あ、なるほど、今のうちからいろんな人と喋っときなさいっていうのはよく言うよね、はい、言われますね。あとおしゃれしなさいっていうのは、それ大学の時に僕聞きたかった、ね、私もでも自分のなんか高校生って多分人生で最も輝いて、うん、いける時期だと思って、うん、今になってみれば、はい、そのアニメによくあるような生徒会委員だったり、なんか全校生徒を動かすような何かやっとけばよかったなちょっと思いますね。一応私生徒会入ってます。やばい、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 やっぱりなんかこのラジオのゲスト来る人生徒会やってましたって人多くね。そうなんですか。そうなんですか。で、なんか明るくていい子だなって思う子に限って生徒会やってたりするんですよ。やっぱあるんだろうね。ちなみに私も放送委員長でした。ほら委員長、校内放送担当しました。僕は掃除係でしたね。係掃除係。あ、でもなんかいつでも大丈夫です、タイミングがあれば。なんか CM なんですよ。そのまま流してみましょうか。じゃあ CM、 はい、2分あります。声優になりたい。韓国語をマスターしたい。ヨガを習ってみたい。英検に合格したい。そんなあなたの夢を応援します。沖縄市330沿いカマラバス停前。カルチャーシュールベオ。ダイニングコウ、それは素材を贅沢に味わう本格ダイニング。女子会プランや記念日にぴったりのスペシャルコースもありますよ。茶炭交差点から海向け 200m。 おしゃれな大人の空間、ダイニングコウ。辻にお茶を出されてよ、お茶すがや。おじさん大丈夫？民宿歴用があるじゃん。月々35,000円で泊まれるってさ。民宿だから光熱費もないし、無線 LAN があるからインターネットもできるんだって。はや、安心、パソコン買わんとだね。そこ行くとこなければ民宿歴用 098-965-1682 まで。イエイ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 。さっきの俺を落としている。すごいよね、一斉の今のね、語り継がれるよね。何が起きたかっていうの説明して。これがですね、チョコレオさんのこのジングルというか CM を流したんですよ。まあ、流しましょうということで、そしたらこの CM にね、初めの方に軽快な音楽が流れたんですよ。ドンドンドンみたいな。そしたら一斉がイエイイエイイエイってラップしようとするっていう。CM ってわからない。さすがミュージシャンの方は違う。さすがだね。やっぱ暇あればラップやりたいですよね。すごーい。あ、せっかくだからカーナも何かお二人にラップとか聞いときたいかな。聞いてみたいです。生で聞いたことがないので。生で無茶ぶりですか。じゃあラップって聞きますか。いや、あんまり聞かないですね、私。そうですか。じゃあですね、ラップって皆さん難しいイメージ持たれるんですけど、実は意外に簡単だよっていうようなことを今日少しでお伝えできたらなと。あー、学んで帰りたい。ですね、ちょっとだけ、つまりちょっと説明していい？ラップって韻を踏むってあるじゃないですか。韻、はいはい、を踏むっていうのは母音を踏むんですけど、あいうえお、はい、日本語ってどの言葉で終わってもこのあいうえおで絶対終わるんですよ、うん、例えば今僕は喋ってるだったらうで終わって、はい、明日はご飯を食べただったらあで終わって、はい、たった5通りの最後落ち着ければいいんで、うん、例えば、うん、いや俺今からやるぜラップ、いや、うん、急に始まったフリースタイルっていうようにこのうとうだけ簡単につけたらもうそれだけラップになってるんですよ。もっと簡単に言えば普通に喋ってることをラップっぽくやってって言えば、いや俺普通に喋ってやることだけラップにできるぜこういう感じだでも OK なんで。すごい。あとジングルの始めでイエイイエイイエイって言ってもそれもラップになるんだ。あれもダサいだけ。
そういう感じです。ぜひともあれだね、はい、今日はこの声塾の、うん、皆様をメインに取り扱ってますけど、はい、今度逆に、うんうん、俺たちラップ教えちゃうぜっていうパターンにしてほしいですね。教わりたいです。教わりたいです。1時間あれば誰でもラッパー。マジですか。本当です。教えるしないけどな。かなさん来てください。ぜひとも、はい、あの親の了解でぜひじゃあ今度うちの番組にもあぜひいらっしゃってください、はい、ぜひぜひ次はゲストとして来てもらって、ラップについて学べる。本当ですか。絶対行きますよ。わーよろしくお願いします。でもな何曜日ですか、うん、毎週土曜日の、うん、毎週土曜日の午後4時から4時あ午後4時半から5時までです。おちょうどいい。その日しか空いてないんですよ。スケジュールガバガバ、はい、その日しか空いてないんで。じゃあぜひともよろしくお願いします、うん、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラップの方はまた改めてさせていただきますが、はい、じゃあせっかく来ていただいたんで、うん、実践の方を、そうですね、それ多い話ですよ、はい、それね本当に、はい、ですね、はい、一応今日実は台本を用意してきました。ありがとうございます。はい、4人でなんか喋れる、うん、なんかってラジオドラマの原稿、はいはい、軽いやつを作ってきたんですが、うん、もう行きますか。あそうですね、じゃあちょっと説明させていただきますと、はい、まあ、コンビニのバイト生と店長のお話って言いますかね、うんうん、そういったお話を今からちょっと短くまとめますんで、はい、かりました。皆さんどうぞお手柔らかに聞いていただければと。ちなみに練習は1回しかしません。そうなんです。呼び合わせしかしてません。お二人がどういう訳語、学芸会ぶりぐらいだから、そうだ、ね、こういう劇というのがセリフを読むっていうのかな、はい、今日意外にこのゆいさんが出るってことで関係者の人見てるかもしれない。あらまあ、これで俺たち新たなビジネスいけるかもしれない。ビジネス、ビジネスチャンスのこれ。本気でやりましょう。びっくりしたということで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいですか？はい、じゃあ最初千葉ゆうからね。はい。おい、田中。あ、店長お疲れ様です。紹介するな、うんうん。今日からこのコンビニで一緒に働いてくれる佐藤さんだ。佐藤です。よろしくお願いします。田中です。よろしく。佐藤さんは高校生になったばっかりで、これが人生初のバイトだそうだ。緊張しますが、精一杯頑張ります。元気があっていいね。今日は何してもらいますか？よし、バイトが初めてってことだし、まずは挨拶の練習からだな。よし、田中、見本やってみろ。はい。まず、お客さんが入店されました。はい。いらっしゃいませー。ちげえよ。そんな言い方じゃお客様に失礼だろうが。こうだ。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。本当に。常に笑顔は忘れるなよ。さあ、佐藤さんも一緒に。いらっしゃいませー。声が小さい。いらっしゃいませー。もっと気持ちを込めて。いらっしゃいませー。もっと、もっとだ。らっしゃせー。そうだ、それだ。その気持ちを忘れるな。はい、私なんだかやれそうな気がしてきました。その調子だ。あんたたち甘いのよ。この声はオーナー。あんたたちの言葉には魂が、ソウルが足りないのよ。よく聞きなさい。こうよ、いらっしゃせー。バチコーイ。さすがオーナー。はい。いや、面白い。面白いですね。うん、いや、こういった台本ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。でも二人ともすごいです。なんか普通の人は、はい、なんかこういう台本渡されて、はい、ここまでこう抑揚をつけることは難しいと思います。そうっすかね。もうすごく演技に関しても自信持たれて大丈夫だと思います。本当ですか。ねえ、じゃあそこも見ていくか。違うなビジネスチャンスが。ビジネスチャンス。でも実際にやってみて、これが合ってるのかなっていう基準が分からなくて。あー、なるほど。はい、とかもう本当に難しいですね。この台本だけだとやっぱ文章だけじゃないですか、はいはい、でもこの物語としてはこのシチュエーションもあるし、うん、タイミングもあるし、ハテナの文章もあるし、はい、なんか本当に難しいです。読み方一つで変わっちゃうから。そうなんですよね。文章だけじゃ全く分からない、はい、ものが学べるのが声塾なんだなって。ありがとうございます。綺麗にまとめてくれました。授業
でもよくね、はい、いろんなパターンでありがとうって言ってみたりとか。 ありがとうのパターンって例えば、そうですね、例えば、うんうん、ちっちゃい消しゴムを拾ってもらった時の小さいありがとう。ありがとう。じゃあ、うん、一番欲しかったものをもらった時のありがとう。ありがとう。全然欲しくないものをもらった時のありがとう。ありがとう。あとはこんな感じですね。一世がよく言われるやつだね。なんでちょっと愛想もらってるの、いやでもですね、うん、この声の使い分けっていう意味では千葉にもできると思うんですよ、はいはい、千葉にもありがとうにする、何にする。俺はね、ごめんなさいかな。ごめんなさいにしようか、うん、よく言い慣れてるし、そうだね、だったら失敗してしまった時のごめんなさい。ごめんなさい。うん、だったらガラスを割ってしまった時のごめんなさい。ごめんなさい。友達の約束を破ってしまった時のごめんなさい。ごめんなさい。ほとんど一緒だ。しかも結構ローテーション。謝る気あるのかな。誠意を込めろお前。気持ちが足りない。もっと気持ちを込めて。ソウルが足りない。先ほどのオーナーさんが。まあでも一つのアクションっていうか、これで性格が見えるっていう意味で演技としては成り立ってると思います。本当ですか。はい。声塾行きたくなってきましたね、これね。褒めてくれるか嬉しいですね。褒めて伸ばすタイプだね。褒めて伸びたタイプ。なるほど。実例があるということで。うちなんち県民大会の閉会式のナレーションまでされているという。もうね、もしね、このラジオを聞いた方で閉会したいって方はね、ぜひぜひ。閉会したい。入会したいにしてこのね、あのかなさんがいるので、どうぞどうぞ声かけてください。外で塾長が笑ってる。塾長は塾長さんもいらっしゃってるんですよね。今日は見に来てくれました。ありがとうございます。かなさんの他にも生徒さんで、うん、こういった結果残したよって子もいたりするんですか。あ、そうですね、うん、うちの活動とはちょっと違うんですけど、はいはい、NHK 放送コンテスト、はい、通称 N コンっていうのがありまして、はいはい、N コンの朗読部門で、うん、沖縄県優秀賞、最優秀賞を取った女の子がね、沖縄県トップになった女の子がうちの生徒で、お米で言うとコシヒカリみたいな感じですよね。逆に分かりにくい。すごいですね。いらない。イチゴで言うと土地乙女みたいな。いや逆に分かりにくいから、そういうことですよね。いやいやいや、すごいですね、はい、日本を代表するコンテストですよね、うん、はい、うん、その方何年ぐらい。この子はでもユースは半年ぐらいかな。半年。いや、入った時から上手な子ではあったんですけど。いやいやいや、その半年ですごいね、この特訓とかあったんでしょうね、うん、今のようにこの会話をしながら声の表情を作っていったりしたんですか、うん、あ、そうですね、もっとここ上げた方がいいよとか、ここのセリフはどういう気持ちで言ってるのかなってこうお互い考えながら、うん、やっぱり解釈の仕方によってもいろんな表現の仕方があるので、怒鳴った方がいいのか引いた方がいいのか、はいはいはい、笑ってるのか悲しそうなのか、うん、どっちなのかなっていうのを、うんうん、ちなみにこの声塾にすごい関心を持った方今いっぱいいると思うんですけど、はい、第1回目の授業ってどういうことするんですか、ね、初めて来た場合の。あのカリキュラムに沿ってるわけじゃないので、はい、今日来たあの生徒さんのこの経験のあれとかこう見ながらですけど、はい、まあ、大体来た人に合わせてやって進める感じになります。それありがたいですね。で、まあ、最初授業は発声から始まって呼吸の、はい、まずは腹式呼吸の吸い方で、こう響き出す声の出し方あみたいなとこから始まって、で次アメンボ赤いなって言ってみたりとか、聞いたことありますね、声をこう遠くに飛ばす練習をして、で、まあ、実技に入っていきますね。月ごとにテーマがあるんですけど、フリートークだったりナレーション演技、最近は本の読み聞かせみたいなのがテーマだったり、朗読みたいな。朗読か、難しいですよね。まあ、また朗読とナレーションでも違いますね。で、聞いてる人が何歳なのかでも話すスピード、柔らかさとかも変わってくるので。でも俺も家で黙読してるよ。黙読は誰だ。声出して。その点で言ったら、まあどっこいどっこいかな。ただの読書家じゃないですか、それ。それはそれでいいけど。どこで言い分に感じる。張り合おうとして。圧倒的に負けてるから。ああ、もうあれですね、千葉よ。これやっぱり今のうちに、うん、まあ、この将来有望なかなさん、うん、俺ヒップホッパーになってほしいわけよ。嘘。なんで道を外させる。せっかくだからさ、うん、来て番組来てもらったからさ、4小節ぐらい書いて、ちょっとかなさんの自己紹介ラップを書いて、なんかちょっとキックしてもらおうよ。うん、キックする。俺に言ってるけど、かなりまず聞かないといけないか。かなさんどうですか。ちょっと私ラッパーなりたいって気ありますか。ラッパーなりたい、やってみたいですね。ど
どう読み取った？この子ラッパーなりたいんじゃないって。いつ思ったの？またちょっと素質見てみようね。はい、はい。ガンさん、あの、イェー、ヨーってちょっと言ってもらっていいですか？イェー、ヨー。完璧です。完璧じゃないですか。完璧だね。そうね、じゃあそうだな、うん、考えてみようか。私の名前、名字何でしたっけ？名字何でした？石井です。石井かな。うん、私の名前は石井かな。私の名前は石井かな。もう単純にパパっていこうか、うん、私の名前は石井かな。そうだな、好きなアーティストとかいます？好きなアーティストは三浦大知さんです。三浦大知。お、じゃあ千葉になんか後ろ流しちょうだい。まあ後ろにこのトラックっていうものが流れていまして、はい、これはいつでも僕たちラップができるように流しているんですよ。なるほど。石井かな。いやいや不安不安だなこれな。ずっと入って。いや。じゃあちょっとやってみようかな俺が。はい。いや私の名前が石井かな。恋愛したいライカ西野かな。ああ高校1年から声塾に入って自分を超え。さらなるレベル、さらのゲージ。よ、自分自身になる、これが力。一から学んだ、そしてエネルギー。私の声、世界まで届け。最後、セリフだ。これをですね、すごい簡単な感じで、かなさんにやってもらいたいなという感じ。レベルが高い。どうし、この後にやるんですか、私。うん、でも、すごいいい声されてるんで、いい、絶対何でも合うと思うんですよ。今千葉さんが書いてくれてるんで、急ピッチで千葉さんが書いてくれてるんでね。じゃあ今ちょっと千葉が書き上がるまでにちょっとお話しさせていただければと思いますが、名古屋のダンサーズさんから結局カナでまとめた今の僕のラップですね。石井カナと西野カナで、あでも出身、西野カナさん出身名古屋ですかね。あ、なるほど。だから名古屋のダンサーズさん分かるのか。あ、分かんないですけど。分からないですね。私出身が名古屋なんですよ。あ、沖縄じゃないんですか。はい、名古屋なんですよ。あ、え、名古屋ですか。いくつの時に沖縄来たの。5歳の時、4歳の終わり頃ぐらいに沖縄に来まして。あ、マジか。4歳の頃に名古屋から来たんですか。名古屋から来た。マジっすか。あら、めっちゃ奇遇ですね。どうした。僕ずっと多摩出身なんですよ。出れや。名古屋と思ってたし。名古屋行ったことないっす。何も名古屋と奇遇だなと思って今。奇遇、何も奇遇じゃないから。こんな感じでやってますけど、恋するかっちゃんさんからこんばんチーズということでね。こんばんは。ちなみにゆいさんの先ほど、この女優もされていますひとみんさんからメッセージ来ておりましたけど、はいはい、そういった演技指導とかもされてるんですか。いや、私実は舞台は初経験になります。はいはいはい、それこそ生徒会の劇を中学生の頃にやって以来なので、うん、はい、なかなかね、はい、でも声の演技は、うん、まあ、いつもやってるものなので、ちょっと体を使ったりとか、うん、たまにロケやったりとか、はい、カメラの前で演技することあるんですけど、うん、まあ、やっぱちょっと一味違う感じで、すごいですね。ミュージカルって僕も一度見させていただきましたけども、はい、ちょっと見慣れてなかったら急に歌うって感じがちょっとしますよね。そうですね、やっぱそれでなんかミュージカル苦手っていう人も多いかもしれないですが、なんか僕が見ていたのも、なんか騙された男がいまして、はい、うん、なんで俺を騙した、なんで俺を騙したんだ、俺は騙されたって、急に歌うと思ってそこ陽気だなと思いましたけどね。はい、じゃあ千葉さんが今できましたということで、すごい、これ初心者でもできるように千葉さん書いていますんで、もちろんもちろん、うん、一回千葉優が見本見せますんで、はい、その後にかなさん渡しまして、はい、ラップしていただければと思います。ラップしてもいいですか。いいですよ。はい、ミュージカル、ミュージカル、イエーイエー、チェケラッチョ。うん、私の名前は石井かな。ラップをしてもいいのかな。昔から目指す声優さん、恋塾私の青春さ。おー、はい、すごい硬い硬いって言うんでしたっけ。うまく腹筋を踏めてる。そうですね。これヒップホップとかじゃなくてですよ、全然もう自分のインスピレーションでバッチリカバーしてください。はい、それではラッパー、女性のフィメールラッパー、はい、MC かな、どうぞ。いや、私の名前は石井かな。
ラップをしてもいいのかな。昔から目指す声優さん、恋塾私の青春さ、カラオケハウス飛んだって書いてあったので書いてあったのでいやもう完璧ですね。すごいすごい。あ、人生初のラップです。明日クラスのみんなに私ラッパーなったって MC かな。いやもう誕生ですね。はい、素晴らしいですね。もう楽しい時間はあっという間に進まっていくものでね、もしかしてこのラジオも閉会しちゃう。閉会もう来るんですよ千葉よ、はい、なのでですねもう行っちゃおうかすぐね、うん、すいません。じゃあ今日もエンディング、エンディングという特にないんですけどエンディングだからって伝えました、はい。すいません今日ですね声塾のゆいさんと、うん、そして、生徒のかなさん来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕たち番組どうでした？めっちゃ楽しかった、うんうん、なんかいつものチョコレオとはまた一味違う雰囲気で、うん、私たちの番組とはやっぱり学生のノリっていうか、うんうんうん、このテンポ感、うんうん、それからこの的確なボケツッコミ、はい、センスあふれる言葉遣い、はい、テンション見習わないといけない今のちゃんとうん、太鼓板いただいたってしていいの？そうだね、はい、公式でいただいた、公式の太鼓板いただきましたんでね、ひとみんさんにちょっと自慢しとこうか。そうだねあ、じゃあ、今日もあと1分しかないんで、うん、まあ、僕たちも本当に、声の出し方とか表情の仕方改めて意識することができました、はい、いつかね本当に声塾もしくはこの ラジオの方に遊びに行かさせていただければなと、はい、ぜひぜひお待ちしてます。ぜひ期待です、ね、楽しみだね。声塾にもねぜひ見てみたいし、いらしてください、はい、特別講師で講師の方いらしてください。いや恐れ多いですよ本当にまた交流持っていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ本日のゲストは声塾からゆいさんとかなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして日曜8時 SPC がお相手は千葉ゆいでした。一斉でした。あと3人いたら SPC でした。カラオケハウストマト行こうぜ